大地さん、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。なんかアメリカでまたとんでもないニュースが流れてたんですけども、待ってましたね。アメリカのワクチンの地区でコロナワクチン打ったら間に合わないと思う、これサービスが承認されるっていうことでね。はい、斜め上に行くアメリカのワクチン接種促進策ってことなんですけど、まあ、新型コロナのワクチン接種呼びかけてね、さまざまなキャンペーン展開されてる中、ワシントン州の大麻販売店ではワクチン接種した21歳以上の住民にマリファナ1本をサービスするっていう特典が登場。同州の酒類マリファナ管理、局が州内の大麻小売店へ7月12日までの手当を発表しているっていうことなんですけどね。これどういうことですか、一体ね。まあ、あのバーなんかではあのワクチン打った人はあのビールをサービスとかっていうのをよく聞くんですけども、はい、まあ、それのマリファナバージョンが出たって感じですよね。はい、まあ、先月ね、オハイオ州で始まったワクチンくじと同様の100万ドルの抽選会も、これも面白かったですけど、シアトルもなんかやってます、抽選。シアトルもやってるんですか。やってますし、なんか野球のチケットついてきたりとか、はい、いろいろ特典がなんか盛りだくさんですよ。なるほどね。うん、アメリカだと15の州でこの大麻の合法化なんですね。そうですね、うん、よくわからないのは 州は合法でも連邦ではダメとか ね、うん、どうなんだってことなんですけど、要は、はい、まあ、でも、今、ね、こういう風なので打つ人もいるんじゃないですか、またもっと、ね、もうあの手この手ですね、ワクチン打つのね。そうですね、もう結構やっぱワクチン打った方が便利なような世の中になりつつあるので怖いですよね。怖いですね、うん、ちなみにワクチンの接種率を見ると、もうカナダが 63% で圧倒的なんですね。で、次イギリスが 60%、 で、次が 60%、はいはい、で、その次にアメリカが 51% です、はい、まあでもだいぶアメリカ打ってる方ですよね、はい、日本もでもこれすごいね、増えてきてるんですよ。日本どんどん増えてきましたね。 12.6% ですからね、結構急増じゃないですか。うん、そうですよね。ね、すごいですね、うん。今日はあのショッピングモール行ってたんですけども、はい、日曜日なんですけど、どうですかね、マスクしてない人率 10%、20% ぐらいですかね。あ、増えてきたんですね、そんなね。だんだん増えてきてますね。一応そのいろんな店の入り口にもワクチン打った人はみたいな感じですけども、あ、誰も確認しようがないですから、まあまあ一応自己申告みたいな感じですよね。なるほどね、うん。まあ、今までならもう 100% あのしてないと入れなかったんですけども、はい、まあ、少しずつ状況は変わりつつあるというのが今のシアトルの状況ですよね。うん、日本でもやっぱりこう Zoom でやり取りしてる仲間のいくつかが、はい、もう外ではしてないって言うんですよね。さすがに電車乗るときにはマスクしてないと、あ、はいはいはい、言っちゃったんですけど、あ、してないの試したのかいみたいな話を電車の中でね、うん、出てくるんですね、みんな。はい、それもまためんどくさいですけども、まあまあ、でもだんだんと剥がしていく方向になるのはいいことだと思うんですけどね。なるんですね、うん、ただ今まであのワクチン接種ってやると Google で一番上にワクチンの接種率のあれが出てきたんですけど、 Google で結構、はい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 、これがなんか今日出なくなっちゃったんですね。ああ、ねえ、なんか怪しいですね。なんだと、何かありそうですね、はい、まあでもアメリカではもうあの手この手ですよ、ワクチンの接種のためになるんですね。まあ、僕も日本だとほら今あのワクチンパスポートがどうなるかっていうところで、あのワクチンパスポートがあれば日本に14日間の、ね、隔離がなしで入れるなるとちょっと考えますよね、これね。考えますね、これも2週間大きいですよ。でかいですよ、日本に14日間滞在ないのはね、ちょっとでかいですよ、これは。はい、状況を見守るしかないんですけども、はい、そんな風になりつつあるような雰囲気はあります、うん、ちなみに日本だとどういうワクチンがあるかというと、はい、モデルナとファイザーなんですよね、はい、モデルナってアメリカはダメなんじゃなかったですだっけ、やってましたっけ。ファイザーは聞きますけど、ファイザーとジョンソン・ジョンソンは聞きますけども、モデルナはあったのかな、3つぐらいあったんですかね、うん、これ聞かない、ダメなのもありません、うん、国によってね、いいとか悪いとかどういうことなんですかね、ね、統一してくんないといいんですけどね、うん、なんか国によってはね、このワクチンではダメだっていうところもあるらしいので、へ、その自分の行き来する国がこう認めてるワクチンをどうせなら打たないと意味がないですよね。意味がない、そうそう、緊急ね、打ってもね、うん、でもまた打たないとって話になりますよね。
あそのワクチンにやられそうですよ。うん、まあ、ということなんですけど、ね、まあ、ちょっとアメリカは過剰になってきましたね、いろんなあの情報のキャンペーンがね。そうですね、今最近そんな、またこんな、今度はこんな新しいのが出たみたいな感じで、それが話題になってますよ。はい、どんどんクレイジーになっていってる感じで。いや、これは読んでありない、ありないですけどね、ありえないみたいな話。もうアメリカならではですけども。はい、まあ、ということで、ちょっと引き続きね、これはもう観測していく形しかないんですけど、はい、そうですね、なんか今、大きくなんか、なんか動きが変わりそうな感じが、流れがしてますね、なんかね。でも確かにマスクをしたからどうなんだっていう本当あるからね、やっぱね。うん、特にレストランなんかそうなんですけど、食べてるときみんな外してるんですよ。でもその空気はシェアしてるわけじゃないですか。はい、それぐらいもし強いもんであれば、もう僕ももうずっと店にいるわけですから、はい、お客さん入れ借り立ち借りもね、相手するわけですからね、僕なんか。そうですね、もうだいぶコロナでしょ。はい、なんですけど、別にね、今のところ大丈夫なんで、そんなには気にはしてないですけど、でも最近お客さんど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 ん来るようになったんですけど、やっぱ来てる人たちはそんなに気にしてないっていうか、なんか周りがするならするけどもみたいな感じですよね。できたらしたくないみたいな感じの人がやっぱ多いですけども。まあなんかその雰囲気的にはだんだんこう緩くなって元に戻りつつあるなっていういい雰囲気はすごいしますね。なるほどね。なんか昔みたいにもどん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 シャッターをしていってどうなるのこれからっていうような感じでは、もうそこはもう切り抜けた感じはしますので、はい、明るい光が見えつつあるのかなというような感じですけどね。グズグズはしてますけども。なるほどね、うん、まあ、ちょっとマレーシアね、またねロックダウンが延長されちゃったんで、なんかこっちへきつそうですね。そう、今週あたりね終わる予定だったんですけど、うん、また月末まで延長ですか。そう、だからまたゴルフも何もできない。ラスベガスなんかはもうショーとかも元に戻ってるらしいですよ。なるほどですね。なんでアメリカはすごいもう今戻りつつムードがすごいですよ、はい、これでまたもう止まったらまたそれはそれですごいダメージ大きいですよ。イメージもなんかね、またかーですよね。なるほどね、うん、なんでまあでもどうなるかわからないですけども、はい、まあ、見守るしかないって感じですよね。はい、ということで、ちょっと引き続きね、いろいろ様子見ながら、僕たちも今後どうするかというのを、そうですね、はい、ちょっとうまく流れに合わせながらも、ちょっとじっくり見守りたいですね。はい、ちなみに日本人の場合は、海外であっても、こういう大麻ですね、はい、マリファナを摂取するのは非合法なんで、日本人、そうですよね、うん、そうですね、日本では、どこにいてもダメですからね。それはちょっと一言、ここに行けばいいとか、そういうあれじゃないですかね。ただ、こういう驚愕ニュースがあったよっていう話だけで、はい、まあ、これ、アメリカ人に対してっていうのは前提ですからね。はい、はい、まあ、ダイスさんはね、アメリカパスポートですから、別に自由ですからね。まあ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 、そうですね。はい